ウィンドウマネージャー、スタック型ウィンドウマネージャー、スタック型ウィンドウマネージャー T、WM を使用した画面スタック型ウィンドウマネージャーは、ウィンドウマネージャーの分類の一つであり、ウィンドウのオーバーラップを許すものである。フロート型ウィンドウマネージャーとも呼ばれる。コンポジット型ウィンドウマネージャー以外で、ウィンドウのオーバーラップを許すウィンドウマネージャーは、すべてスタック型ウィンドウマネージャーとみなすことができる。 しかし、それらが、すべて全く同じ手法を使っているとは限らない。スタック型でも、コンポジット型でもないウィンドウマネージャとは、ウィンドウのオーバーラップを許さないもので、それらを、タイル型ウィンドウマネージャと呼ぶ。スタック型ウィンドウマネージャは、画家のアルゴリズムを使った、再描画では、一度に、全ウィンドウを描画することでオーバーラップを可能に、している。 ウィンドウを後ろにあるものから順にデスクトップ上に直接描画していきオーバーラップしている部分があれば上にあるウィンドウの描画によって下のウィンドウの隠される部分が効果的に消去される。クリッピング技法を使った再描画では他のウィンドウに覆われている箇所の描画をスキップすることにより同様の効果を実現する。 この技法では各ウィンドウへの描画を任意の順序で行うことができる。一方、そのためには、ウィンドウは明確な境界を持つ必要がある。これらの処理をスタッキングとも呼ぶ。なお、ウィンドウの積み重ねの順序を Z オーダーと呼ぶ。画家のアルゴリズムは、比較的時間のかかる処理で、ウィンドウを一つずつ、下から上へと順番に描画しなければならない。多くの場合、 バックグラウンドのウィンドウ群を常に再描画するわけではない。全ウィンドウの再描画が必要なときそれを検出できるものもあり、例えばアプリケーションが自分の出力が変化したときにスタッキングを要求する。再、スタッキングは一般にウィンドウマネージャーへの関数呼び出しを通して行われ、選択的なウィンドウ群の再描画が可能である。例えば、 バックグラウンドのウィンドウが一番手前に来るとき、そのウィンドウだけを再描がすればよい。スタック型ウィンドウマネージャーを使っていて、アプリケーションが無反応になった場合、無反応となったアプリケーションウィンドウの上に、もともと表示されていた他のウィンドウの内容が変更されずにそのまま残る可能性がある。よく知られているスタック型の端緒は、ウィンドウが重なり合うとき、 重なりによって隠れる部分の内容が消去される点である。その部分は問題のウィンドウを手前に持ってくるときに再描画しなければならず、またそのウィンドウの見えている部分が変化したときも再描画が必要である。あるウィンドウの中身や位置が変化したとき、ウィンドウマネージャーがそれを検出し、必要があれば全ウィンドウの際、スタッキングをする。 ウィンドウの中身の再描画は各ウィンドウ自身が行う必要があり描画する前にその新しい外観をウィンドウマネージャーに渡す必要があるアプリケーションが応答しなくなると対応するウィンドウを再描ができなくなることがありそうなるとそのウィンドウを手前に持ってくる前に表示されていた別のウィンドウの中身がそのまま残ることがある Windows XP 以前にはこの現象がよく見られたし、X Window システムでも同様である。もう一つのほとんどのスタック型ウィンドウマネージャーに共通の問題は、グラフィックスプロセッシングユニットによるアクセラレーションをほとんど利用できない点である。いくつかの技術革新により、スタック型の問題の一部を低減させたり除去したり、できるようになってきた。 ハードウェアアクセラレーションが利用できないという問題については一番手前にある一つのウィンドウだけを特殊ケースとして扱い他のウィンドウとは異なるレンダリングを行うという手法がある手前のウィンドウは最後に所定の位置に描画され他のウィンドウによって隠されないのでこれはウィンドウマネージャーの再設計を必要とするとは限らないしたがって手前のウィンドウが描画された後 その部分だけをスクリーン上で容易に分離可能である。すると、手前のウィンドウの位置が分かっているので、スクリーンのラスターがグラフィックスハードウェアに達したとき、手前のウィンドウが占めている領域を容易にアクセラレートされたテクスチャに置き換えることができる。しかし、一番手前のウィンドウを描く前で、他の全ウィンドウを描いた後、画面がどう見えるかの更新されたイメージも、 ウィンドウマネージャーがアプリケーションに供給できるならより多くの可能性が明ける。これにより最終的な出力において前のイメージをテクスチャフィルタとして使って手前の一つのウィンドウを半透明することを可能にする。Windows XP では NVIDIA GeForce のビデオカードなどに同梱されているソフトウェアやサードパーティーのソフトウェアを使い ハードウェアのテクスチャーオーバーレイ機能を使った、このような視覚効果を可能にしていた。スタック型の問題を改善する、もう一つの方法は、ハードウェアオーバーレイとクロマキーを使うものである。GPU は出力すべき画面に描画でき、ウィンドウの描画される色はわかっているので、GPU が、ウィンドウの、どの部分が見えているか、どう描画すべきか検出できる。 この方法を使えば 3D よび 2D のアクセラレートされたビデオおよびアニメーションをウィンドウに追加できる。スタック型の問題を防ぐ方法としてフルスクリーンでのビデオ表示も考えられる。フルスクリーンモードでは一時的にウィンドウ管理が不要となりアプリケーションが GPU への完全なアクセスを行えるようにする。Windows XP やそれ以前の OS 上で アクセラレートされた 3D ゲームを実行する場合は、この方法に完全に依存しており、そのようなゲームは、ウィンドウモードでは、プレイできなかった。しかし技術的には、この方法では、ウィンドウマネージャーに何ら変更を加える必要がなく、単に、ウィンドウマネージャーにとって変わるだけである。一部のウィンドウマネージャーは、手前のウィンドウを全く異なった方式で扱うことが、でき、 レンダリングを間接的に行い、その出力を GPU に送ることで出力中のラスターに追加する。一部のスタック型ウィンドウマネージャーはこの技法が可能だが、これは技術的には合成であり、コンポジット型ウィンドウマネージャーで2つのウィンドウを合成するように手前のウィンドウとそれ以外の画面のラスターを合成していると言える。戦術した通り、手前のウィンドウが まだ描画されていないスタッキング完了前の段階にアクセスすることになる。後でそれを描画して GPU にセットするとしても、単純にそれをハードウェアレベルで若干古いバージョンを使って完全に上書きすることもでき、本来のウィンドウの位置とは異なる位置に合成することも可能である。これによって手前のウィンドウを透明にしたり、3次元で描いたりすることも可能である。 しかし、手前のウィンドウの本来の領域の外のオブジェクトと相互作用することは不可能ということもある。例えば、ユーザーがマウスをクリックしたとき、それがどの領域でなされたかによって、マウスイベントの行き先が決まるので、手前のウィンドウをクリックしたつもりがその下のウィンドウにイベントが送信されるということがあり得る。X は、ウィンドウ同士の重なりを許すように設計された。 これは、スタックを強制するものではなく、むしろスタック型としても、タイル型としても利用できるようにするためである。なぜなら、ウィンドウ同士の重なりを許可しない設計では、スタック型のウィンドウ管理は、不可能だからである。一方で、当初は、ウィンドウの合成は、サポートしておらず、後に拡張機能として追加された。なお X における、ウィンドウマネージャーは、 アプリケーションが表示する最上位のウィンドウを管理するものであり、各最上位ウィンドウの内部の管理は各アプリケーションに任されている。したがってタイル型のウィンドウマネージャーを利用している場合も、最上位ウィンドウ内部では描画領域の重なりは可能である。X におけるスタック型ウィンドウマネージャーは、他の任意のスタック型ウィンドウマネージャーと同じ限界があるが、ただ一つ利点がある。 それは、ウィンドウマネージャーの選択肢が広く、相互に交換可能という点である。X コンポジット拡張を追加すると、コンポジット型ウィンドウマネージャーの実装も含めて、様々な方法で、ウィンドウの親子関係情報を使う可能性があり、タイル型ウィンドウマネージャーではそれを無視するが、どちらにしても完全なアプリケーションサポートが維持され、一つのウィンドウマネージャーに対応して書かれた、 事実上すべてのプログラムが互いにシームレスに動作することを可能にしている。以下にスタック型の機能を提供するウィンドウマネージャーを挙げる。Windows 1.0はタイル型ウィンドウマネージャーを使って表示していた。Windows 2.0でタイル型ウィンドウマネージャーはスタック型ウィンドウマネージャーに置き換えられ、ウィンドウのオーバーラップが可能となった。一方で、 タイル型のウィンドウ管理は今日に至るまで限定的なものに止まることとなった。マイクロソフトは Windows XP までスタック型ウィンドウマネージャーを採用していたためハードウェアによるアクセラレーションが行われたコンテンツを通常のウィンドウ内へ表示を行う能力に重大な制限が課せられていたがサードパーティーのソフトウェアを使って何らかの視覚効果を生み出すことは 技術的に可能であった。Windows Vista からは新しいコンポジット型ウィンドウマネージャーがシステムのデフォルトウィンドウマネージャーとなった。それまでのスタック型ウィンドウマネージャーは Microsoft、Windows 7まで選択式で残され、Microsoft Windows 8で廃止された。ありがとうございます。